産声を上げて20年。あの人の思いと意志が詰まったベルト。この1年ベルトを守ってきて、正直怪我もしたりボロボロな状況ですけど、でもそれは GHC を守るための代償だと思ってますし、三沢光晴、最後のパートナー、未来を背負う存在として期待を一身に受ける中、2009年突然訪れた別れ。その翌日、初めて手にした GHC のベルト、まるで運命に導かれるかのように。俺は俺なりに20年ノアでやってきて、ノアに思い入れがあってやってきたと思うんでね。泥臭く不器用、そんな男のプロレス人生はノアと共に始まった。最初から輝いていたわけではない。ただ誰よりも胸に刻んだノアの意志。ミサさんが亡くなってから、塩崎がベルトを巻いた時に、俺は激しく嫉妬して、いや、もう忘れもしないね、2009年12月6日日本武道館でね、初めて俺が GHC のベルトを巻いた日であり、それが対戦相手が塩崎で、11年前の今日、塩崎から直接奪ったノアの魂。それから苦しい時も辛い時代もノアを背負い続けてきた。誰にも負けない信念を胸に、自分の中で杉浦隆を超えないと GHC をね、語れないと思ってますし、その時へ一歩ずつ近づいている。最高なチャンピオンだよ塩崎。どんな苦しい状況でも、どんな厳しい攻撃でも、それを耐えて最終的にリングに立ってるのが GHC のベルトだと思ってるんで、もがき続けたんだろうけど、ようやく本当にベルトを巻いて、ようやく本当に認めれるようになって非常に嬉しいんだけど、それに対してまた俺が嫉妬してますね。アイアムノア、俺に勝ってから言え。今年最後、俺が行くぞ GHC。 お前の20年全て受け止めて、最後に立ってるのは俺だ。ノア生誕20周年、育まれてきた意志と新たな決意が詰まったベルトをかけて、二人が交差する。メインイベント GHC ヘビー級選手権試合、選手権者塩崎豪 VS 挑戦者杉浦隆。何か、その一つの答えがここにあると言っても過言ではない。限界への挑戦、それがこの二人の GHC。
GHC 最多防衛記録14回。この男の存在なくしてノアの20年は語れません。さあついに来た、ノアの本当の頂点を見た男、杉浦隆出陣。100発殴られたら100発返す、それが杉浦隆の流儀。この2人の戦いに生ぬるい結末はありえない。もう言葉なんかいらない。そこにあるのは男と男の真っ向勝負。アイアムノアという言葉、このリングの草分けとして黙っていられない思いがあった。ノアに杉浦あり、この背中に男を見よう、男を感じろ。塩崎豪選手よりチャンピオンベルトの返還でございます。2020年ノア最後の大一番はノアが誇る黄金カードの一つ、塩崎対杉浦。塩崎豪6度目の防衛戦です。ピーンとした緊張感が張り詰めています。代々木競技場第2体育館です。さあこのベルト、ノアの魂です。20年の最後、20周年の最後です。本日のメインイベント、 GHC ヘビー級選手権試合60分一本勝負を行います。青コーナー挑戦者200パンド、杉浦隆。復権の時来たる、チャレンジャー杉浦隆。赤コーナー、GHC ヘビー級選手権者、240パンド、塩崎ゴー！受け継がれし伝統、それを守っていくチャンピオン塩崎ゴーです。さあ塩崎ゴー気合が入っています。杉浦隆も臨戦態勢。この2人の GHC 戦は実に7度目ということになります。さて放送の解説は井上光さん、ゲストは小橋健太さん、松井樹里奈さんです。さあ小橋さん、はい、まあ、これぞ GHC という戦いに、まあ、なるでしょうね。そうですね、まあ、この2人が戦う以上そうならない、ならないとダメですよね。はい、絶対なります。はい、はい、杉浦が手を差し出しました。握手を求めています。クリーンに2人が握手を交わす。これが死闘の始まり、限界突破の戦いの合図であります。ゴングが鳴りました。さあ松井さん、はい、ついに始まりましたね。始まりましたね、なんかお互いが認め合ってるっていうのはなんか素敵ですね。お互い認めてるからこそ杉浦選手も嫉妬するっていうのがあるかもしれないですね。
斉藤さん、はい、大変な戦いになるでしょうね。そうですね、まずね、杉浦選手が新テーマ、新コスチュームできたっていうところがね、非常にね、気持ちを感じますよ ね、 まあ、このね、しかもかっこいい新テーマでね、はい、まあ、ずっとね、杉浦選手は表情がね、気合い入ってるんで、今日何かやってくれそうな気がしますよね。その時するものが表情に伺いました、杉浦隆。さあ、まずはファーストコンタクト、クリーンに分かれていきました。塩崎もこの目、気合が入っています。ただ塩崎も今日また両肩にはテーピングががっちりと施されています。2日前のね、はい、調印式でもね、コンディションについて絶好調ですと言ってましたね。言っていたんですけども、まあね、誰もが分かっている通りね、マシン総理ですよね。ただそれをね、出さない、言葉では出さない塩崎選手のね、この美学っていうのね、非常にね、本当にかっこいいですよね。まあ、本当に試合前も状態をコンディション聞くと、まあ、当然絶好調ですというふうに話します塩崎を。小林さん、はい、やはりこの塩崎という男は弱音を吐かないですよね。いや、もう本当に精神的に強くなりましたね。あ、そうですか。あとやっぱりチャンピオンは、はい、GHC チャンピオンはどんなコンディションでやってもベストな試合をしないといけない、それが GHC チャンピオンです。そうですね、はい。まあ、それは小橋さん、あるいはその三沢さんがもうこの作ってきたこのノアの一つの教えです。それを片倉に塩崎王は守っていると言えます。まさに GHC 王者としての責務を全うしていますよね。そうですね。ただそれが時にこう痛々しく切なくも映る時もあります。二、うん、人の GHC 名勝負はくしくも11年前の今日、2009年12月6日に始まりました。先に GHC を取った当時27歳の塩崎に、当時39歳の杉浦が挑戦し、 GHC ヘビー初対戦。ベルトを取るまで杉浦は後輩の塩崎に先を越されたジェラシーがあったといいます。小林さん、先にこの GHC にたどり着いているのはこの塩崎の方なんですよね。そうですね、はい、あの三沢さんが亡くなった翌日に、はい、よく力とね、本当にあそこよく戦いました、博多でね、はい、もうあれはね、本当にね、もう戦える状態じゃなかったと思います、2人とも、はい、2人とも戦いました。塩崎豪という選手のこの GHC の初体感というのは非常に劇的でした。三沢さんが亡くなった翌日、前野さん、あの時は秋山純選手が、ね、ちょっとベルト返上するということがありまして、そうですね、あの直前の試合で腰の、ね、状態が悪くなってヘルニアと判断され、はい、返上したベルトをね、もともとの挑戦者の力尾武選手と、はい、まあ、誰が挑戦するということになって、まあ、塩崎豪選手をね、秋山選手が指名したんですけども、そこにジェラシーを燃やしたのはね、杉浦選手ですよね。なんで俺じゃないの。確かにあの頃杉浦選手は新日本でね、もう怒涛の勢いで見せていたので、もうそのまあ杉浦選手は間違いなかったんですけども、やはり前日のね、GHC タッグ選手権の流れもありますので、本当に悲しい思いもありますけど、塩崎選手に託したというね、そこは秋山選手のね、当時王者のね、思いですよね。まあ、ただその悔しさ嫉妬をバネにして、この塩崎から杉浦はベルトを奪います。それが11年前。そして今も今年の塩崎の活躍には嬉しい反面、激しく嫉妬もしていると言います。まあ、松井さん、この杉浦の気持ちも分かりますよね。そうですね、でも今かなりチョップ効いてた感じしましたよね。あ、はい、うん、今日の5のチョップはいい。どうですか。さあ、そのチョップ一つのポイントになります。アンドラック、今日のノア伝統のアンドラックカーッと逆水平です。チョップが走っている両肩には不安を抱えている爆弾を抱えていますが、杉浦のエルボーを返します。おっと、すごいエルボーです。すごい、もともとはね、杉浦選手エルボー得意な選手じゃなかったんですけどね、やはり三沢さんが亡くなって、気づけばね、自分の右腕というものをね、エルボーをね、武器にしてましたよね。そういうふうに、ね、この伝統というね、ノアの伝統というのを語る上で、杉浦隆のエルボーというのも欠かせないものになってきましたよね。まあ、この杉浦が使うエルボー、そして塩崎が使うチョップ、いずれもこのノアの歴史に培われてきたものを感じます。まあ、小橋さん、はい、塩崎はアイアムノアを標榜していますけれども、はい、杉浦にも
ノア一筋で20年やってきたというプライドがありますよね。もちろんです、もちろん持ってますよ、はい、そう簡単にこの言葉黙って見ているわけにはいきません。杉浦隆史このタイミングで立ち上がりました。俺に勝ってから言えよっていうセリフがめっちゃかっこいいなと思いました。まさにその通りですよね。でもね、杉浦選手はね、本当に今塩崎選手がね、一度ノアを去った時にね、まあ残ってノアというのね、船を守り続けた、まあ、守護神みたいな存在ですからね、まあそこのね、いざこざっていうのは塩崎選手の中ではもう解消されてますけども、やはり20年ノアの20周年意味深いものを考えるんであれば、ずっと杉浦隆史が守ってきた20年間ですよね。いやー、この杉浦隆史自身も今年で20周年、ノアの20年の歩みはこの杉浦の歩みです。ニードロップを連発していきます。チャンピオンの塩崎が指導権を握ったから、ノア最初のビッグマッチのね、ノアコロシアムでデビューしましたよね。そうです、12月23日、もうあれから長い月日、長い時が流れました。そして陸上の景色も選手も変わりました。しかし変わらないものもあります。この2人の魂、GHC を継ぐのは魂です。おっと、杉浦隆史が効かないと杉浦が気持ちを出す。塩崎完発する逆水平、倒れないですね。まだこの2人の戦いの場合はこの攻防はまだ序の口です。これ以上の品場が待ちかけます。しかし厳しい、チャンピオンが厳しいですね。大体に打ち込んでいきます。これ流血し始めましたかね。切れてますね。いや、4文字に来ました。両者の GHC ヘビー級選手権はここまで6戦して杉浦が4勝2敗です。前回の GHC は2018年8月のカルッツ川崎大会、王者杉浦が防衛に成功しています。前回は世代闘争で王者杉浦が時代を求める塩崎を迎え撃つという構図でした。まあ、ある意味の良さ、今回は逆になりますよね。そうですね、やはり塩崎選手がね、今年ねベルトを守ってきて素晴らしい防衛労働をしている、はい、そこにね、まだまだ俺もいるぞと、アイアンもノアを語るんだったら俺を倒してから行けと、ね、杉浦選手が挑戦するというね、まあ、逆に言えばもう本当に塩崎選手はね、今はね、世代交代させたというね構図ですよね。そういう印象ありますよね。そこに抗う杉浦隆史というね、ことですよね。小林さん、はい、杉浦隆史、まあ、そういう、ね、時代がちょっと流れている。ただここからが杉浦隆史は面白いですよね。そうですね、ここで踏ん張って時代を戻そうとしているのは分かりますよね、はい、ただここでね、ゴーが時代をまた戻してしまうわけにはいかない、そういう思いますよね。それぞれね、思わかりますよね、はい、さあ進んでいく塩崎優勢です。杉浦は今 GHC タッグチャンピオン桜庭和志と保持しています。 GHC ヘビー級王座への挑戦はおよそ1年半ぶり、取れば2年ぶり5度目の戴冠ということになります。ちなみに GH ヘビーの最多体感記録は塩崎と杉浦、この2人が4度で並んでいます。最多防衛記録は杉浦が14回です。そうですね、塩崎選手から杉浦選手が取れば最年長体感記録の50歳7ヶ月も樹立しますよね。からの記録を更新するということになります。まあ、小橋さんの絶対王者時代の後、ここ10年くらいは小橋さん、彼らがこの GHC の輝きを守ってきたと言っても過言ではないですよね。はい、さあ塩崎豪、慎重に攻め込んでいます。手が回っている杉浦、50歳になりました。50歳の GHC 王者誕生、今夜なるでしょうか。そう、力が入れていくベースロックにも力が入ります。力で外していった杉浦隆史、ここは力でエルボー、首筋にエルボー、逆転。確かに走ってますね、今日来てますね。汗のしぶきが今のチョップで場内を思わず上向きが漏れました。10分経過です。あ、松井さん、すごい音でしたね。すごいですね。
エルボー切れて切れますよ今。こんな音がするんですね。ロープ送っていったの杉浦。あーっと撃墜した。顔面入りましたね。顎に入った、顔面に入ったか。本来はね、キチンシンクのような形になるんですけども、今日は顔面に入りました、そして腕を取りました。あ、ご覧ください、杉浦もう胸板割れ避けています。切れてます。塩崎のチョップで出血しました杉浦。しかしそれをものともせずに腕を固めていきます。以前ね、あの小橋さんがね、あの天竜源一郎さんのね、胸板をね、血だらけにしたのと同じような感じですよね。いや、いい感じで、杉浦もね、もう血が出てます。はい、いい感じです。もっきりして流血してみよう。すごいですね杉浦隆、気合が入っています。この形相、背中で生き様を語る男であります。チョップしたら自分も痛くないんですか、手って。痛いですよ。痛いですよね、絶対。痛いです。ご覧のように鮮血が見えます。チョップ打つ人間は、うん、はい、どれだけ肩が痛かろうが、肘が痛かろうが、うん、打たないといけないんです、はい、自分もね、ダメージきますもんね、はい。放送席の前に来ました杉浦と塩崎。腕狙ってる杉浦が場外フェンス。勢いあったもんな。すごい鉄柵攻撃です。やられたらやり返すって感じですね。杉浦隆が息を吹き返しました。ここはチャンピオンが我慢の時間です。チャンピオンが我慢の時間、当然のことながら腕を狙ってきます。場外ということでね、かなりデンジャラスな攻防が、ね、この2人では過去に何回も見られてますからね。そうですね、反対式といったこのワンフンワンフン。中島戦からまだ2週間ですからね。中島戦あれだけ右腕もね破壊されていますので、まあ、その傷も癒えぬうちにね、また今度は杉浦という強敵を迎えています。そうですね、ただ戦うしかないっていうのがこの美学ですよね。本当に塩崎選手は弱音を吐かずに逆水平、ただ威力は半減しているようです。杉浦隆が非常に行きます。ここは非常に徹する鉄柱を送っていく。鉄柱攻撃だ。チョップを打つとやっぱり肘に来るんですよ。肘、はい、肘がやっぱりすごく負担かかってて、はい、僕もね、お医者さんからあのマシンガンチョップをやめてくれと、止められたんですか。止められたことがあります、はい、それで止めたんですか。僕はあのやめませんと、やめませんと、たとえあのちょっとね肘が壊れてもあのマシンガンチョップはやめませんと、はい、言いました。それがねプロレスラーですよね。そうです、それでやめたらダメなんです、はい、その小橋さんの美学のお姉さん、はい、こう塩崎豪に脈々と削られてるわけですね。そうですね、それが GHC でありまあノアの戦い、塩崎選手はね小橋さんのね付き人を務めていて、まあ、絶対王者時代もね近くで見ていましたのでね、やっぱりそのね生き様をね自分も継承するという意味では、本当にね今年の防衛ロードは本当に小橋さんのね2004年2003年のね防衛ロードを見てるみたいですよね。そうですね、かつての小橋三沢の生き様がこの塩崎の体に染み込んでいます。タイツにもね、紫が入ってますよね。しかしそれは杉浦も同じこと、当然この先輩たちの戦いを見て、そしてこの這い上がってきたものであります。厳しい攻撃が続いています。塩崎は1月に清宮からベルトを奪いまして、ここまで5度の防衛、藤田和幸、斉藤、丸藤、剣王、中島と非常に濃い防衛ロードを歩んできました。毎回のようにね試合内容がね前回以上っていう風になるのが、ね、びっくりしますよね。これ以上ないという戦いを毎回見せてますよね。15分経過、15分経過、
杉浦仁王立ち、杉浦仁王立ちです。ちょっと走らなくなってきましたね。まだ余裕があります。杉浦ショップをキャッチして肘にエルボーです。まあ小林さん、当然こういう展開になりますよね。そうですね、ゴーとしては、はい、どうにかその動きを止めてですね、杉浦は腰首を狙いたいですね。あんだけ腕攻められたらなんか痺れてきたりしそうです。いやいや、もう痛いですよ、うん、痺れます、はい、きついですね。まあそういった今年の GH 戦何度も重要がありました。精神力で勝負を乗り越えてきました。すごい、ね、松井さん、本当にもうここはもう無理だろうっていうところから盛り返してきましたよね。本当に打たれ強いですよね。なんか全世界にこうパワーを届けてるような気がしますね。そうですか。塩口国逆制兵、やっぱりダメじゃん。いや、それはあるでしょうね。でも浮かないとダメなんだ。だけど行く、ここは行くんだ。ついか、ついてこないか。入れ替えて、体勢を入れ替えて、スーパーがエルボーです。マシンガンチョップ、マシンさんも見ている、その目の前でマシンガン、うん、小林さん、いかがですか。いや、いいですよ、気持ちが入ってますね。さぎりチョップ、ベルトを取ったのは杉浦より早かった。しかし、なかなか時代を作れずにもがいた時間が長かった。しかしようやく塩崎時代、真の塩崎時代が訪れています。いやー、フィッシャーマンバスターの体勢、杉浦が踏ん張っています。あ、この体勢、そうですね、右腕に力が入らないんで、これね、やっぱり持ち上げるのも辛いですよね。しました杉浦です。箱舟、強さの象徴と言われます杉浦、まさに鬼のような強さを発揮しています。塩崎、おっと塩崎がうまく反転させてトップロープに乗せた。そしてドラッキング、杉浦上位転落。今エプロンにね、一回ね、ドンってね、腰あたりから落ちましたよ、はい。場外です。その場外の杉浦を塩崎が一別しました。そして、飛んでいくのか、杉浦が両手を割ってくる、スピア場外弾を狙った塩崎、しかし一瞬背を向けた瞬間リングに上がったスピア。そうですね、先ほどコーナーの下ドロップキックもね、ちょっとね、浅かったかもしれないですね。杉浦選手がね、しっかりと戦況を把握してますよね。そこまで致命的なダメージは追わなかったか。杉浦隆史の反撃です。トップロープに乗せて、おー、張り手、場外に転げ落ちていったのは塩崎です。大きな拍手です。塩崎、杉浦両方を鼓舞するような拍手が響き渡っています。さあ、また自然発生的な拍手を沸き起こる。60分の一本勝負で行われています GH ヘビー級選手権、塩崎号6度目の防衛戦。今日勝てばおそらくこの1年ベルトを持って年を越すことになります。この最前輝くベルト、しかし杉浦も返り咲く、復権の時が来た。さあ、狙っているトレランが行く、スペアフェンスのないところに、これちょっと硬くなっているところに今、そうですね、マットがないところに吹っ飛んできましたね。はい、杉浦選手も勢い余って場外に、そうですね、落ちてますね。杉浦に20分経過、20分が過ぎました。
松井さん、ここまではどうでしょうかね、この戦い。はい、でもここから塩崎選手がまた、なんだろう、いつも後半から徐々に徐々にどん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 こう上がっていく気がするんで、ここからじゃないかなと思いますけど、やっぱ体力ありますしね、いつも長い試合を経験してるからここからだと思いますね。前回の、ね、中島戦でもあの20分過ぎたあたりからね、キックとチョップの打ち合いをやりまして、そこからですよね、塩崎選手のこの投手に、あのね、さらにね、もう一段階火がついたっていうのは、塩崎が遅れてリボンを正解しました。杉浦隆が雄たけびを上げながら躊躇なく顔面を蹴っていきます。ここまで完全に杉浦選手のペースですね。はい、杉浦隆が塩崎をトップロープに乗せました。雪崩式ブレインバスターを狙います。塩崎はそれを嫌う。この一撃は受けたくない。この高さです。うわー、これは危ない。杉浦が上げた。溜めますね。一旦静止して流れしてブレインバスター。塩崎亮は110キロあります。110キロある。杉浦は89キロ。それでも豪快に上げました。右腕を痛めているということはやはりね、受け身をね、完全な形で取らなきゃいけない。腰にもね、だいぶダメージがいってますね。いい流れ、逆に固めに行きます。ポストクラブ、これで塩崎のスタミナを奪いに行きます。小林さん、はい、ここまでのこの杉浦の試合運びはいかがでしょう。いや、さすがにやっぱり、キャリアを重ねているだけありますよね。うまいですよね。そうですね、はい。GHC の2代表を守ってきました。三沢さん亡き後、苦しいを支えてきた2人であります。さあ、どうか塩崎の今のノアを背負っているのは塩崎。藤浦選手はね、本当にね、時には自分を殺してね、献身的にノアにね、捧げてきましたからね。もう本当にいい時も悪い時も最前線で、はい、こう支えてきた杉浦隆のね、全てを今塩崎豪が受け止めてますよね。背負ってきました。天国も地獄も見てきた杉浦。箱舟が沈みかけた時も彼は最前線で体を張ってきたんです。スケープしました。さあ、杉浦隆アスリートとしての、そしてノアのファイターとしての本能が彼を突き動かしています。そうですね、本当にね、このね、代々木第二体育館はね、オリンピックイヤーのね、1960年に建てられた建物ですからね、やはりオリンピックといえば杉浦選手ですよね。そうですね、杉浦の経験があります。杉浦隆史、ちょっとです。しかし杉浦隆史は微動だにしない来いという多分仁王立ちで受けるとね、さらにね、胸が引き裂かれるような感じになると思うんですけど、あえてね、杉浦選手はね、逃げないですよね。男らしい。ショップの快音が響き渡る。しかし、真っ赤、はいはい、効いた。いや、倒れない。カウンターの逆水平、また血が滲んできたか。杉浦の胸板、カウンターのブーツ、血が止まってもね、さらにね、違うところから出てくるかもしれないですね。消耗戦になってきた。塩崎は顔面を蹴り飛ばします。もう一発、セカンドロープに上がる。しかし、あっと、これはデンジャラスですね。先ほどはなだれ式ブレンバスターを見せましたけれども、はいはいはい、今回はノー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 、肩固めです。決めているのは塩崎です。本田さんが見せた。そうですね、回転地獄ゴリ、この本田多門選手から指南を受けて、その後は削りました。あげた、
自らも回転してブレインバスター雪崩式、はい、さあこのパワーですね正直ね、すごい返し方しましたね、今ね杉浦選手の何か技を食らったときに塩崎選手危ない場面でしたからね、ここは起死回生という意味でも必ず返さなきゃいけない場面でしたね、はい、塩崎も崖っぷち徳田原に足が乗っかってきましたがなんとか生還しました。ここから反撃なるか、塩崎が右に拳を作っている、ラリアットエルボー、エルボーを合わせたジャーマン、塩崎まさか様ですが、あっと立ち上がってジャーマンを返す、一進一退です。塩崎選手デビュー戦の翌日、塩崎選手と、ね、はい、杉浦選手のシングルマッチを行ったんですけど、その時の決まり手がジャーマンなんですよね、もちろん杉浦選手が勝利ですよね、長い戦いの歴史がある両雄、GHC の物語は11年前に始まった、11年前の今日、2009年12月6日日本武道館、その時からこの2人の戦いは終わらない。過去に、ね、14年シングルやってますからね、本当に塩崎選手のデビュー戦の翌日からこの2人のドラマ始まってますよね。杉浦ラリアット岡本を奪う左のラリアット、小林さんいかがですか。いや逆回転に回転を逆にすればいくのかなと思ったんですけど、はい、回転逆の方に行きましたね今。なるほど、はい、もしかしたらローリングエルボーを狙ったのかもしれないですよね、塩崎選手が。いや今の間合いがローリングチョップです、ね、あ、そうでしたか、間合いが、まあ、そういった一瞬のこの判断ミスが命取りとなります。そうですね、杉浦選手、はい、左利きなので左のラリアットを放つのが得意ですからね、あ、エプロンに出した、嫌な予感がする、中年ズリフト断崖式で狙っていきます。これは受けたくない。2週間前に中島にここからキャプテンが投げ落とされている、これは耐えて、はい、塩崎翔太、あっと明らかに場外に投げようとしています。杉浦自らの危険を顧みずに断崖式を逆襲、一発力が入ってきた、あっと膝にエルボーです、膝にエルボー、そして顔面にビッグブーツです。今嫌な角度でエルボー打ちましたね。あ、そうですね。ちょうど左足にね、体重が乗ってましたよね、今。マット剥がしてる。ああ、場外マットを杉浦隆が剥がしています。場外マットを剥がしています。足を狙ったということは、踏ん張りが効かなくなったということですからね。そうですね。もうマットがない。杉浦、ダメだ、ほら。マットがない、場外に落としていこうというのか。うわあ、杉浦、ネックスクリュー、後頭部もろに硬いこのフロアに通打しました塩崎。これ大丈夫かな。ちょっとマットとは違う音がしましたからね、やはり衝撃はちょっと甚大ですね、これは。今受け身もね、回転してるんで、ちょっと受け身の取りづらい、取ったかどうか分かんないですね、山瀬さん、やはり攻防が危険になってきますよね。危険ですね、まあ、そんだけね、やっぱり強い気持ちがあるということですよね、勝ちに来てますもんね。そうですね、これ起き上がれないんじゃないですか、大丈夫かな。カウントが進んでいます。塩崎チャンピオンはご覧の状態です。カウント20でリングアウト、はい、中島戦でもね、場外リングアウト待ったっていう場面ありましたからね。杉浦隆は一足先にリングに生還しています。このフロアをバットを剥がしたネックスクリュー、これが勝敗を分けるか、ターニングポイントになるか。塩崎が歯を食いしばる、大きな拍手に包まれています。塩崎の声、塩崎の胸にも、あーっとナイスキルした、頑張れ杉浦、待っています。杉浦選手ね、待ってるようで上がってこいという顔してますよね。ギリギリ
技で生還しました。杉浦隆也30分経ちました。半分経った狙ってる。60分一本勝負、30分経過。まだまだ続きます。ランディングに凄まじい勢い。スネルボー杉浦隆也スイッチオン。コーナーだコーナー。杉浦杉浦の折りエルボー発射であります。エルボーの乱れ打ち、塩崎は逃げ場がない。おっと逃げ場がないなら前に出ると塩崎、塩崎前に出る、そして立ち上がる。いやすごい逆水平だ。しかし杉浦も引かない。塩崎の渾身の逆水平。杉浦隆史腕を出してきます。前に行ってますね。すごい杉浦、強さの象徴に後退はない。後ろ確認した。あっと東大邪魔。山下小林さん、あの技は危険ですよね。そうですね、あのコーナーの使う技っていうのは僕もよく使ったんですけど、パワーボムでコーナーに投げたりとか、そういうコーナー技を使ったんですけど危ないですよね。いやもう準備運動なんですけど、さっきのダメージもありますからね。そうですね、ダメだほらコーナーの。おい、肩痛めてるね、右肩がね、ロープにね、あの不時着するような形ですよね。いつね、いいことがあるか分かんない状態で叩きつけられるので、ちょっと右腕がダランとしますよね。杉浦のエルボーの回転が速くなってきた。レフリーを突き飛ばします。杉浦が行く行く、いいケイケの杉浦。すごい、やめた。塩崎がもう虫の息か。これはきつい。いやーきついですね、はい、力が入ってない。これ呼吸すらできないですよね。しかしそれでも攻撃の手を緩めない杉浦隆史はまだ行く。ハイクラッチのジャーマンだ。ノア最強杉浦、この杉浦に勝って初めてアイアンを達成します。しかし塩崎が絶体絶命、カウントが進んでいる。びっくりした。ちょっとまずいな、塩崎はまずくなってきましたね。終わらせるというジェスチャー。オリンピック予選スラムは温存していました。30分過ぎ、ここで発射か。前哨戦でも温存してますからね、確かにそうですね。そして前哨戦ではフロントネックロック、これで塩崎の意識を失飛ばしています。そのフロントネックロックもまだ出ていない。ちょっと塩崎受けすぎじゃないですかね、はい、そうですね。塩崎塩崎ここまでやられてるのは珍しいというか、なんとかトップでね、打ち合いに持っていきたいところなんですけど、その度にねダウンしてしまう塩崎選手が珍しいですね。杉浦隆史終わりだー。吠えた。オリンピック予選スラム。帰り咲くか杉浦隆史、始まります。一発では決まりません。今武道館のような重点音ストンピングが場内に膨らましましたね。惜しくも今日の大会オープニングで来年の2月ノアの日本武道館期間が発表されました。すげー。しかし今はまだやっぱりそこでね、はい、やっぱり日本武道館で、はい、メインを取るのはやっぱり GHC でってことだから。そうですよね、はい、誰もがやっぱり GHC でやられた。ショートエッジ、ただね、今あのゴーが肩にテーピングしてるじゃないですか。ラディアットっていうのは肩にすごくなんていうダメージが地方はね、地方の肩に一旦かかるんですね。あの跳ね返りというか、そういう衝撃が来ますよね。どんな相手も、どんな大きい相手にもやっぱり倒していかないといけない。それだけのやっぱりもう肩に一旦かかるんですよ。なので、三半線もラリアットのラリアットの三半線も肩に人工関節できますし、僕ももう肩
もうそうした方がいいって言われるぐらいのダメージがあるんですね、はい、なので、ゴーが肩にどれだけのダメージを負ってるかっていうのは分かるんです、分かるだけでいい、うん、でも分かるだけに打たないことなんです、うん、ドロップキック、ドロップキック、あの打点のドロップキックはまだ放てます、まだ大丈夫、大丈夫ですかね、流れが変わるかも。さあ杉浦隆もそれは消耗しています。35分が過ぎました。バックルをずっと守ってきた、だからアイアムのと聞いて黙っているわけにはいきませんでした杉浦隆。さあその杉浦が場外だ、塩崎が、飛んだ場外弾、ここで見せた、ノータッチで来ましたね。35分超えたところでノータッチのトペ、これまともに杉浦選手食らってしまいましたね。でも皆さん、やっぱりこれを一発出したっていうのは塩崎にとってもその覚悟でしょうね、彼のね。そうですね、まあ、あれだけねオリンピック予選スラム5アナリアと今決まりましたけども、ここから先得点の状態のね GSC 選手権というのがね、やはりノアの戦いでありますので、ここからね合法というかそういうのもね、なるほど、聞こえましたね今。一つのそれの彼の決意をやる気ということでしょうね。そうですね、やはり塩崎選手はね、本当にね以前杉浦選手と戦った時は2009年は、まあ、GSC というのを背負い気ですね、まあ、ちょっと迷っている部分もありましたけども、現在はね誰もが認める GSC ヘビー級王者として絶対的なエースになっていますよね。本当そのね決意の表れというのがね今のトペにも見れましたよね。拍手が鳴り止みません。代々木体育館、まあ、これ2人への拍手ですね。杉浦選手でも全然動けてないですね、はい、そうですね、先ほどからピクリとも動いていません。いや塩崎立ちます。杉浦も足に来ている、リングに入れました。リング上で勝負しようという塩崎の王者としての矜持です。もう30分35分過ぎていますが、まだ一山やりそうです。塩崎がパイルドライバーあるいはパワーボムの体勢か、やーた、溜めて、まだ落とさない、前か後ろに落とすのか、前に落としたシットダウンパワーボム、すごい音がした。これは田上明のダイナミックボムのためバージョンですかね。かもしれませんね、かつての四天堂の残像が見えます。塩崎豪、塩崎豪の姿に四天堂の残像が見える。そしてこの豪は小橋さんから受け継いだ、ここは振り抜く、おかわした左、リリアかわされた、左にあった塩崎豪が優勢、依然として優勢です。チャンピオン取り返してきた、ちょっと杉浦の動きが止まっている。トップ受けてもしかしたらね、最後ね着地の瞬間にね、はいはい、頭を打っているのかもしれないですね。ちょっと意識が朦朧としている感じはありますよね。己をね奮い立たせるように叫んでますよね。いやースネールも全然力がありません。塩崎はもしかしたら記憶がない状態で戦ってるかもしれない、飛んでるかもしれませんね。おーっと松江もロリゲルボー、しかし杉浦立つ、もう一発ロリゲルボー、ロリゲルボー、2層3倍のロリゲルボーはラリアット、あえて受けに行きましたね杉浦選手はね。もう会場が揺れてる、ストッピング重点をストッピングが会場起こっています。さあまだ終わらない、40分経過、40分経過、まだ40分経過、リンゴー塩崎豪、なんという底力、
40分が過ぎています。塩崎やはり最後はこの剛腕、危ない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 状態ですね。勝てないですね。足の力が入ってないですね。ただ意識は前のめりですね。引きずり落とした。ダックルと膝、ダックルと膝、もちろん反則なんですけどもね、ナックルは。ここ一番で杉浦隆出してきます、左のナックル。小松さんいかがですか。いや本当にね、杉浦最後なんていうんですかね、瞬間にこう死ぬ瞬間になんかこう引けるっていうかね、最後やっぱりもうこうダメかなと思うところでこう一緒に引っかかる、はい、そういう技術を持ってます。そこしからおっと後頭部に膝を突き刺していった。そうですね、ようやく意識回復したみたいですね。いやでもすごいですね。伊達に最多防衛記録14回を持っていません杉浦隆史、ね、修羅場クリーンの勝負一発手応えあった。杉浦隆史ががっちり抑え込む。もう結末が見えません。一転して今度は杉浦隆史が勝利に近づいているように見えます。通算でね、杉浦選手は、ね、GAC の防衛戦を行っていますので、はい、本当にこういう極限の場面を何度も ね経験してきたからこそ、今ね戦えているのだと思いますね。はいはい、塩崎を起こし、はいはい、何をやるか、おっと後頭部のエルボーです。これは意識を断ち切りに来ましたね。そうですね、人間の急所であります。後頭部に会えているもん。 K1 とかだったら反則ですよね。そうですね。ただそれでもまだやります。できるな。塩崎も目がうつろになっています。明らかに目が先ほどとは違う。これレフェリーもね、止めるかっていうね、できるかっていうね、確認しながらの言葉になってきましたね。それくらいギリギリの攻防になってきました。カバーにいたのは杉浦隆史です。うんと、いやギリギリで反応して肩が上がりました。本能でしょうね。何度も何度もね、練習生の頃からね、このコールを返すという特訓はしてますんでね。この2人の GAC に終わりはない。ヘッドゾーンに入ってきた。さあ杉浦隆史が返り咲くか。塩崎を捉えた、潜り込んだ、2発目いくか。オリンピックのセンスラム、先ほどより角度厳しいですね。逆さまに塩崎落ちた。杉浦カバー、杉浦も力が残っていない。いやーっと決まらない、決まらない。重低音ストッピングが鳴り響く。ここは武道館ですかっていうぐらいの。小松さん返しましたね。返しましたね。よく返した。はいはい。ただここから勝ちまで持っていくのは塩崎もこの手段ではだと申し上げざるを得ません。ピンチは続いてますよね。となると、はいはい、知らない山内30分を過ぎたあたりから今コーナーを指さしましたよね。知らない山内、杉浦選手コーナーでのもしかしたら予選スラムですかね。狙ってますね。11年前のね、12月6日はこの技で決まりましたよね。それを意識してか無意識か、かつて何度もこの杉浦隆史の救ってきた、杉浦隆史を救ってきた流れ式の予選スラム、ここに行く。トップロープに一足先に上がった。狙ってる。いやこれをこの高さ行くぞ。杉浦が行く。塩崎意識はあるか、意識はあっと危ない。塩崎がトップロープで抵抗している。まさか、いやリミットブレイク、流れ式でリミットブレイク。パパに行けないか。45分経過、45分経過、
45分。このリミットブレイクで塩崎選手は杉浦選手から GAC を、ね、取り返しましたよね。松井さん、いかがですか。いやなんか分かんなくなってきてた。もうなんか、いや本当ですね。もう、分かりますけど本当に、もうあの横浜分隊のね、ノアラスト横浜分隊の60分ゲーム選手のねダブルタイトル戦というのがねありましたけども、なんかそのね、境地に来ましたよね。さあここからがこの2人の GHC です。2人だけの世界。やはり彼らはまだ先に行きます。小林さん、ここからも気持ちですね。そうですね、気持ちの強い方が勝つという、そういう信じがたい局面です。まだ起き上がれたもんな。あ、もう45分過ぎています。試合は60分一方勝負。立ち上がったほぼ2人同時に立ち上がりました。あー、ラリアット首を刈り取った塩崎ゴール。ダメだ、これも返してくる。何で決まるんですか。どんな技で決まるんですかね。もういい感じで決まりましたね。そうですね、塩崎が先ほど雪崩式で敢行したリミットブレイクを放っていく。さあ後頭打ちました杉浦隆が。うわ、しかしまだ上がれない。極限に近づいています。いや、もう極限を突破している。人間の限界を超えている塩崎、まだ目が光る。おー、塩崎超える。40周年、必ず主役になってこの団体を背負っていく塩崎の強い気持ち。ミンサルトか、いけるか。飛んだ、ミンサルト、顔面に落ちた。今井上さん、どうなりましたか。顔面に、杉浦選手がね、膝検査でね、ゲームを杉浦選手がね、なるほど、ただ顔面に落ちましたね。はい、膝が脇腹に入りましたね。今続きました。杉浦も勝負に出る。フロントネックロック、これでまたは菊田の強豪を締め落としてきている。前哨戦でも杉浦選手が勝って 8.30 の、ね、GAC タッグ選手権でも塩崎選手を締め落としてますよね、はい、今年2回締め落としてますよね。ここが勝負だ杉浦。この技が一番危ないですよね。あ、そうですか。杉浦の最後の最後にこう、フラッシャー、いや、しかし、あーっと、また改めてフロントネックロック。逆にもうロープに逃げちゃった方がいい場面ですよね。そうですね、今日は危険な夜ですね。いや、危険ですね。ちょっとこれ動かないとまたレフェリーストップもありますからね。塩崎どうか、レフェリーが意識を確認しています。このまま締め落とすか、杉浦が万全だ。塩崎陥落か、陥落か。決定的な場面。いや、動いた。嘘、塩崎が、ああ止められない、上がりません。いや、上げるのは無理でしょうね、これは。さすがに上がらない。いや、それでも、上げるか、上がった。すごい、ゆっくり上がった。おお、フラッシャー、なんだこれは。ラリアット、足がもつれながら、2人が足がもつれながら打撃を打ち合う。まだここで始まるのか。杉浦も攻撃ならない声を雄たけび上げている。レスラーの本能が体を動かす。50分経過。さあ、結果を超えている。まだ先へ行く。
50分経過なのにこの打撃ありえない、はい、倒れない、うわこれがノア、これが GSC、 さあ打ち合う、厳しいチョップ、杉浦もワンツーエルボー、後半は塩崎返す、最強の体力、恐るべき男、ノーガードの打ち合いですね、塩崎後半は左右の腕をぶん回す、あっ杉浦のワット左右のナックル、うわあマリアット倒れない、杉浦倒れない、なんで、あーマリアット、あー上がる、あーいったー、塩崎号ノアはこれだ、すさまじい戦い、すさまじい死にざまでした。本当に塩崎選手はね、杉浦選手の全てを受け止め、思いもね、重さも全て受け止めてね、スリーカウント奪いましたよね。なんか歴史を感じるというか、また今までの戦いとはなんかちょっと違った思いになりましたね。歴史の重さというかね、何か2人の後ろに背負っているものが見えたのかもしれませんね。まさにノアの、ね、20周年、今年の20周年イヤーですけども、本当その歴史が、ね、感じられた戦いですよね。小林さん、いかがでしたか。やっぱりこの20周年を、ノアの20周年を語るにふさわしい戦いだった、この2人じゃないとできない試合だったというのを感じます。そして小林さん、GHC というこのベルトというのはこういう戦いですよね。はい、そうです。これをノアは20年続けてきました。そしてそれを受け継ぐ2人、素晴らしかった。まあ、皆さん、はい、はっきり言ってしまうと、もう今日は塩崎が勝ったという、ただそれだけですよね。そうですね、もう何かがね、本当運命という言葉をね、杉浦選手戦前から使ってましたけど、本当運命は杉浦たちにね抜いてたんですけど、今のねノアのね運命は今日塩崎候補を選びましたよね。なるほど、杉浦隆史大阪帰りだけはなりませんでした。2年ぶり子供の対抗を狙った杉浦、塩崎の前に敗れました。ああ、塩崎と、おっと親指を、いや親指を立てました、杉浦隆史、心にくいどこまでもかっこいい男です。杉浦隆史敗れてもあっぱれ、今下がっていきました。さあ、リングに残ったのは塩崎郷、ノア20周年の今年、これでチャンピオンとして見事応援に成功しました塩崎郷選手にチャンピオンベルトの贈呈でございます。武藤圭司が塩崎に歩み寄っていきます。行くのか、山が動くのか。塩崎、防衛おめでとう。ちょっと年取って老いぼれてるけど、そんな俺も夢は見ていいだろう。俺の夢、付き合ってくれ。日本武道館
ベルトへ挑戦させてくれや。武道館を指定しました。武道刑事、いつ何時も誰の挑戦でも受ける、俺がアイアムノアだ。武道刑事の生まれた新日本プロレスのアントニオ猪木さんの言葉を引用しました。塩崎豪、いつ何時誰の挑戦でも受ける、それを聞いて武藤が下がっていきました。ありがとう。この12月6日とても俺にとって意味のある戦いができました。杉原隆、ありがとうございました。皆さんにとってこのノア、もっともっと可能性のある団体に思えるでしょう。それはこの皆さんの一人一人の皆さんのおかげ、もっともっとノアはさらに加速していって、プロレス界ノア色に染めます。ありがとう。このリングで俺は最後まで戦っていきます。I am Noah! We are Noah! 今日も塩崎を GH 王者の生き様を見せました。この1年、厳しい防衛戦、長い1年が終わりました。まだ1年ありますが、今年の防衛戦はおそらくこれでもう最後となるでしょう。皆さん、はい、いや、勝利で1年間ベルト守り抜いたと言っていいですかね。そうですね、このね、コロナ禍という、ね、時代に、ね、生まれた塩崎雄介さんというのは、ね、本当にね、勇気と、ね、希望を、ね、与え続けてくれましたよね。そしてノアがね、はい、まだまだこれ以上ね、高みへ目指していくというのをね、リングの戦いで次々と証明してくれましたよね。松井さん、今日も塩崎選手は追い込まれて絶対絶命から立ち上がりましたね。あんだけ戦ってもしっかり起き上がって、こうやってファンの皆さんに感謝の気持ちだったり、自分の気持ちを伝える姿っていうのはやっぱりかっこいいなと思いますね。松井さん、はい、やはりこのノアのプロレスラー、彼はここで生まれた本当にこのノアを受け継ぐ選手ですよね。そうですね、本当にこの中でみんなが勇気づけた、その勇気づける試合をやってくれたと思います。はい、塩崎も GHC のヘビー級王座、彼の人生そのものです。そしてノアの魂、1年間守り抜きました。彼はこれが4度目の GHC ヘビー級王座体感、しかし過去3度はほとんど防衛をすることができませんでした。真の時代は作れませんでした。しかしこの40を前に、塩崎をしっかりと自分の塩崎時代、
真の塩崎時代を作ったと皆さんすごくいいですよね。もちろんですね、もう塩崎時代ノアだけじゃなくてプロレス界ですよね。プロレス界にも塩崎豪というね、このトップスターがねいるというのをね、3000度今年はねアピールしましたよね。小林さん、前ばかりの位置取りをずっと小林さんは見てきたと思うんですけれども、この姿見ていかがですか。そうですね、やっぱりデビュー前から僕の付き人に付き人でずっと見てきたんですけど、本当にいろいろな厳しい時期もあったと思います。でもそれはもう本当に気を付けちゃっていまして、全身力で乗り越えてきて、本当に素晴らしいチャンピオンになりました。塩崎は男子総理のチャンピオン、傷だらけのチャンピオンが今拍手を背に後にしました。さあこの歓声、拍手をお聞きください。プロレス動画配信サービスレッスルユニバース、さまざまなプロレスコンテンツが月額900円でいつでもどこでも見放題。ここでしか見られない試合もプロレス見るならレッスルユニバース。ノアは俺だ。一番かっこいいプロレスここにあります。ブトフランケンシュタイナーリング激突プロレスリングノア。ウィーラーノア絶賛放送中。